神奈川ショータイム、メルディアグループプレゼンツ神奈川ショータイム。イエーイ、やったー、始まったよこの番組は同じ家は作らないメルディアグループ三栄建築設計の提供でお送りいたします。今週も始まりました神奈川ショータイム。この番組は神奈川県内で働いているさまざまな職種の方々をゲストにお招きいたしまして、ゲストが何のお仕事をしているのか、回答者が罰ゲームをかけてトークをする番組です。回答者はこちらの生徒軍団の皆さんです。よっ、どうもストが何のお仕事をしているのか当てられなかった場合はですね、生徒軍団の皆さんには罰ゲームが待っていますので、皆さん頑張ってください。はいはいはい、ということで、そうだろう、今週から副担任に AKB48 チーム A から篠崎彩奈先生に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めての現場だと思うんですけど、いや、なんかすごい見たことあるんですよね、スタッフさん含め。ドキ、どういうことですか。ずっと、はい、あやなんの映える街ブラっていう番組やってたんですけど、はい、いつの間に番組タイトルも変わりなんか1ヶ月のゲストみたいな感じで、はい、呼ばれたんですけど、乗っ取られた感が乗っ取りました。ちょっとじゃあ謝ってもらっていいですか。高谷先生、はい、どうぞ。単に本当大丈夫ですか。やれるんですか。ちょっと来ていただいたのに不満出すの。ちょっと怖いです。ちょっとね、まあでもそんなギスギスしてね、頑張りたいと思います。もうやる気満々みたいなんで頑張ります。今週もよろしくお願いします。お願いします。それでは早速ゲストの方を紹介したいと思います。今回のゲストの方はこちらの方です。どうぞ。ありがとうございます。あ、どうぞお座りくださいということで先生不安ですいきなり、あ、座ってくださいまだ先生浸ってるんで。そうなんですよ、すいません。不安でしょうがないですということで、ゲストの方自己紹介お願いします。はい、神奈川県大和市から来ました、おかっぱみゆきです。電話番号は090。言わなくていい、びっくりした。言わなくていいんですよ。先生すごい人来ましたね。すごい目が二重になってる急になるな。ということで、ゲストの方に今回何の仕事をしているかということを皆さんに当てていただきたいんですけれども、何かこの質問あります？はい、ちょっと待ってください。おかっぱさん、その声はすごくなんか特徴的なんですけど。あ、なんか生まれてこの方この声なので、あんまり気にしたことなかったんですよ。でもすごく言われます。うん、声があれだって言われます。これは、これはヒントになるんですね。あーあ他にじゃあ質問のある方、はい、はい、ちょっと待ってください、はい、他に質問がはい、はい、その鳥さんは何でつけてるんですか。あ、これはメンバーなんですね。あ、はあ、一緒に活動してるメンバーで、名前はピヨちゃんって言います。ピヨちゃん、ピヨちゃんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ他に質問ある方は、はい、あ、じゃあチャーシューさん。誰がチャーシューだよ。チャーハンだよ。不安です。不安です。はい、どうぞどうぞ。なんか質問、すみません、090の後教えてもらっていいですか。いや、もう急いで質問。60 先生すごいです、ゲストの方ということで、はい、これからゲストの方のヒントを出していきますんで、はい、期待しててください。はい、メルディア、皆さんこんにちは。 AKB48 チーム A の篠崎彩乃です。今日はですね、メルディアグループ三栄建築設計の展示場に来ました。ということで早速行ってみたいと思います。わあ、素敵、外観からすごい綺麗。こんにちは。いらっしゃいませ。メルディアグループ三栄建築設計の瀬上と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。どうぞこちらに。はい、はい、こちらがダイニングキッチンになっております。はい、はい、アイランドキッチンでございますので、回遊型のダイニングキッチンになっております。すごい綺麗。こちらが、リビングになっております。じゃあどうぞ。このスキップフロアがあることで、はい、目線が下がります。それによって包まれたような雰囲気になりますので、安心してリビングでお過ごしになることができます。す
ごい吹き抜けの階段すごいですね。はい、ありがとうございます。お2階はブリッジになってますので、はい、すごい広い。こちらがお姉ちゃんのお部屋ですね、うん、はい、すごい可愛いですね。女の子のお部屋なので、はい、白くて可愛くてヨーロッパっぽい雰囲気になります。でこちらがですね、はい、収納になっております。何があるんですか、はい、わー広いですね、はい、すごい贅沢な収納スペース。もう一つのお部屋につながっています。すごい。こちらがお兄ちゃんのお部屋になってます、うん、床の色が黒くて、うん、ちょっと男の子っぽいお部屋になってます。対照的ですね、はい、すごい。今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、皆さんもぜひメリディアグループ三栄建築設計の展示場にお越しください。またね。ありがとうございました。それでは最初のヒントはこちらです。まずはゲストの方が仕事をされている日の1日のスケジュールからご覧いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。1日のスケジュールということでこちらです。じゃじゃん。じゃじゃんと。ありがとうございます。まあ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 、まあ、まあちょっとこれ気になるのはその0時から3時のブログ執筆 SNS 返信、ここら辺でしょうか、うん、ね、いろいろヒントあると思うんですけども、どなたか質問がある方いらっしゃいますか。お、はい、じゃあはい、浜田さん、お家で仕事をされてる感じですか。あ、いい質問ですねその日によります。うーん、その日による。その日に、この日は、この日は半分ぐらい自宅で半分ぐらい外に出てました。うん、めっちゃ夕食は結構遅いですね、これ。あ、本当だ。確かに、確かに。いや、だって普通だと本当ですね、遅いですね。今日特殊なんですか、うん、ね、その日におります、やっぱ夕食も。なるほど。ね、ま、遅いですね、あれね、まあ、最初のヒントはちょっと難しいですよね。難しいです、ね、まあ、とりあえず最初のヒントは以上となります。はい、続いてのヒントはこちらです。はい、写真のヒントということで、じゃーん。お、え、あれ、なんだこれ。写真、おかっぱみゆきさん、この写真は何の写真ですか。そうですね、マイクの前で、はい、まあ、ヘッドホンつけてる写真と、見れば分かる。確かに。そういうことじゃなくて、そうですね、もうこれ大ヒント、おかっぱみゆきシェイドって書いてますね、これね。あ、そうです、おかっぱみゆきと、これは下の写真ですよね。はい、角刈り裕次郎くん。違う、チャーハンです。おかっぱみゆきだった。チャーハンじゃない。2人もなんかコンビみたいに見えてきた。なるほど、もうおかしいですね。なるほど、おかしいです。組んじゃいます。これ、はい、隣の男性は旦那さんなんですか。あ、違います、全然違います。そこは断固拒否でした。すごい、びっくりした。違うんですけども、18年目になる。18年活動している、活動ってことは、ほぼ答え。さあ、この写真を見て三浦さん、なんかあります。これ写真の一番右に見えてるもんって何ですか。はいはい、確かに下の方の写真。ギター。あ、そうですね、アコースティックギターです。へえ、あれはいつも応援してくれてるファンの方がプレゼントで。ファン、ファン大ヒント。大ヒントですよ。もう大体これは分かっ、もう皆さん十分ですか。ちょっとでも1枚目の写真と2枚目の写真のギャップがあるんで。確かに、確かに。そうですね、もうここを考えていかないとダメですよ。みんな2枚目ばっかりこうで、確かに2枚目にちょっと持ってかれすぎると、はい、あれかもしれないですね。チャーハン君、2枚目って言葉に反応しないでね。あなた2枚目じゃない、3枚目ですから。そういうことじゃない。いや、カメラ目線やめろ。本当に。ちょっと1枚目気になりますね。これ、篠崎先生もああいう風な感じでやったりするんですか。あ、やりますね、レコーディングするとき、ね、ね。あれ、あれ、ちょっと待って、え、歌手じゃないですよ。いや、だからなんでさ、もう答え聞くんだよ。早いんだよ。はい、写真のヒントはここまでとなります。それでは生徒軍団の皆さんには以上のヒントを踏まえ、こちらの4択の中から何の仕事をしているか考えてもらいます。じゃん。生徒軍団で選べる答えは一つになっております。はい、それではシンキングタイム。2番だと思うんですよ。私も2番だと思います。声取る理由がちょっとよくわからない。納得いってないけど。納得できないけど。
それでは生徒軍団の皆さん、回答をお願いします。おかっぱみゆきさんのご職業は2番の漫才師です。おと2番ということでよろしいでしょうか。はい、はい、2番ですね。はい、はいはい、それでは正解 VTR をご覧いただきましょう。あなたのお仕事何ですか？ちょっと合ってなかったんですよね。あなたのお仕事何ですか？私のお仕事はエンタメクリエイターです。ホラーホラーって言ったじゃん。喧嘩してる。おかしい。2番ご利用してるな。俺だから乗っかろうとしたらアマロちゃんが人のせいにしてる。俺のアマロちゃんが人のせいはよくないですよ。ごめんね本当に。いやごめんなさい。じゃあ申し訳ない。いや本当反省した方がいいと思うんだ。反省でした。すごい押し付けが。ということで正解はエンタメクリエイターでした。生徒軍団は不正解ということで、揉めに揉めてましたけどもね。あとで誰が一番悪かったかは3人で話し合ってください。ということで後ほど罰ゲームが待ってますんでお楽しみに。楽しみに。それではゲストの方には企業 PR をしていただきたいと思います。それでは企業 PR をどうぞ。面白いことなら何でもやっちゃうエンタメクリエイターのおかっぱみゆきです。私のオリジナル曲が CD 通販そしてサブスクリプションでお聴きいただくことができます。詳しくはおかっぱみゆきで検索してみてください。その他 YouTube で面白い動画を上げていたりとか、もう報復絶踏のブログを書いてたりしますので、ぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。はい、ということでゲストのおかっぱみゆきさんでした。ありがとうございました。生徒軍団の皆さんは不正解だったということで罰ゲームを用意しております。今回の罰ゲームは特製梅肉ソースです。おっしゃ、いえ梅肉ソース。梅肉ソースということで、はい、ちょっと量が違うんですよ。一人だけ。ちょっと見せてください。ちょっと。そうですね。この量なんですよ、僕が。そこは。したらなんかすごいちょびっとなんですよ、二人とも。でもおかしいと思います、これは。梅肉ソースだから美味しいかもしれない。そうですね。これ本当怖い。ということで、はい、全部よろしいですか。はい。いきますよ。罰ゲーム執行。せーの。さ、どうでしょう。うん。あ、まあ、もうちょっと待って、もうちょっと頑張って、もうちょっと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 、どういう味ですか？腐ったマスタードみたいな。例えがすごいよ、この子。食べたことあんのよ、絶対。みんな素敵なリアクション。今日ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ今週はこの辺でということで、うん、それでは皆さん、また来週。最悪だ。ほんと最悪。この番組は同じ家は作らないメルディアグループ三栄建築設計の提供でお送りいたしました。